日本プロ野球の歴史の第1ページは昭和9年ベーブ・ルース、ルー・ゲーリックが来日した第2回日米野球から始まった。沢村栄治、左足を高々と上げるフォームからの快速球だが、彼の野球生涯はあまりにも短かった。第2期黄金時代を築いた男たち、まずリードオフマン千葉茂、17歳で巨人に入団した青田昇、その絢爛たる打撃は戦後に花開いた。川上哲治は首位打者5回、最高殊勲選手3回、20年間巨人軍の不動の4番打者であった。別所武彦、彼の右腕なくしては巨人軍の第2期黄金時代はなかったであろう。東京六大学のスター長嶋茂雄が入団した。勝負にかける情熱と強運は以後巨人軍の第3期黄金時代を通して続くのである。9回の裏あるいは延長戦か。8回からタイガースはピッチャーに新人阪大出身の村山を送りました。快速球の村山、第5球大きい歴史に残る絢爛ホーマーはまさに長嶋茂雄の真骨頂を示すものである。第3期黄金時代という道を走るためにはやはりもう一つの車輪が必要だったということだろう。O なくして N はなく、 N なくして O はなかったのかもしれない。金田正一、この大投手の巨人入団もまた常に勝つことを義務付けられた巨人にとってはどうしても必要なことであったに違いない。V9、誰が予想しただろう。その第一歩は対南海との日本シリーズで始まった。堀内恒夫、高校を出たばかりの18歳の若者である。新人王はもちろん最優秀投手のタイトルまでも手中にした。巨人 V2 の立役者は柴田勲だった。 V3 は ON や金田といった大選手ばかりではなくキャッチャーの森の働きがあった。昭和43年対阪急との日本シリーズはルーキー高田の活躍で始まった。ワンナッセンから投球は2球も打った、ファーストゴロ、おう自らベースを踏む、優勝なる。世界ホークスの攻撃もツーアウト、バッターは島野、ツーストライク、ツーボール、打ち上げました、左中間です、センター島田を打った、レフト高田取りました、ジャイアンツ9連覇。9連覇を成し遂げた巨人、しかし10連覇はならなかった。長嶋の引退は第3期黄金時代の終わりを告げるものとなった。昭和33年栄光の巨人軍に入団以来、今日まで17年間巨人並びに長嶋茂雄のために絶大なるご支援をいただきまして誠にありがとうございました。長嶋は去ったが王にはなすべきことが残っている。さあラストボール、ホームランを打ち続けることである。ホームプレートを叩いて改めて構えます。バッターボックスの王、投球は第6球目、インコース来ました、ホームラン、ナイスのホームラン、ホームラン、868本目のホームランを最後に王貞治はバットを置いた。やはり、まあ、口はばった言い方ですけれど、王貞治としてのバッティングができなくなったということです。
ファンの皆さんの期待である、まあ、ホームランをですね、僕なりに打てなくなったことが最大の理由です。原辰徳の巨人入団をファンはあの長嶋入団の時のような気持ちで迎えたと言ってよいだろう。原をはじめとした若い選手たちが栄光の巨人軍史に新たなページを残すべく動き始めている。昭和56年の日本シリーズ優勝は若き巨人軍の新たな黄金時代への第一歩かと思わせるものであった。だがまだ機は熟してはいない。球団創立50周年を記念してのパーティーが12月26日行われました。栄光の巨人軍を担ってきた選手たち、その横顔にも伝統の重みをひしひしと感じさせるものがあります。素晴らしい充実したチーム作りをしながらですね、はい、そしてボルチマーのファンの皆さんにね、はい、ものすごくまあ可愛がられてきたと、はい、いうことでしてね、ベンチでもだいぶその後に怒られるようですね。わあ、これはホームラン。立憲大日第1号飛び出しました。ジャンボスタンドですか。これは大きなホームランですよ。巨人軍50周年を記念して行われた日米親善野球、対戦相手はアメリカ大リーグの昨年のワールドチャンピオン、ボルチモア・オリオールズ。念願の日米決戦こそ広島カープにその座を譲りましたが、親善試合とはいえ久々の大リーグとの対戦にジャイアンツナインは総力を挙げて立ち向かいました。マレー、リプケンら大リーガーのものすごいパワーに改めて感心させられると同時に、ジャイアンツにも若い芽が着実に育ちつつあることをこのオリオールズ戦で見せてくれました。マレーホームランが29本、これで日本に来て7本目ということになります。あー、これも大きい。レフトぐーんと伸びて、レフトは見送った。ホームラン。特に明日のジャイアンツを担う若い選手たちは初めての大リーグとの対戦に学ぶことも多かったでしょう。ここ 1,2 年ですね、がやっぱり過ごし方っていうのが一番大事になるんじゃないですか。2ストライク1ボールです。見せ場を作りました。吉村、これが日米野球は第2号。これはいい当たりでした。今ホームイン。まあ、右に立っても十分ホームラン打つ長打力を持ってますけどね、これは左中間ぐっと伸びた。レフトバック諦めたか、入りました。ホームラン、左中間に入りました。日本人が見たらあれカーブに見えるんですけどね。カーブなんですけどね。あの彼はね、このブラウンはですね、私はカーブは投げません、スライダーです。ペナントレース3位に終わったジャイアンツ、その辺ところでオリオールズと戦った自信が来シーズンに生きてくるに違いありません。これはこれも大きい、これも大きい。入った、入りました。ホームラン。いやー、驚きました。いつもとは逆、ジャイアンツの構成が続いてます。非常に油も乗り切ったって言いますか、はい、ちょうど6連覇ぐらいの年なんですね、そこの時にね、この平松君にはね、どうしても勝てなかった。ワンエンドワン、これはレフトへ、レフトバック、レフトバック、橋のバック、向こう向きバック、どうか、フェンスについて、いや、取れません、取れません。篠塚は2塁へ、ツーベース。優勝という大業は逃したものの、栄光の巨人軍にふさわしい活躍ぶりを見せた選手たちもいました。初めての首位打者に輝く篠塚、ヤングジャイアンツのトップを切る吉村、そしてポスト山倉の1番手村田。4対0。関根と対戦しますのはこれが初めて。レフト前、ワンバウンド。特に篠塚はシーズンを通して好調を維持しました。まだ現れません。篠塚さん、初めての念願の首位打者、
はい、取った気持ちはいかがですか。あ、もう嬉しいですあのところで今年のシーズンはずっと安定して、打率を保ってきたという原因はどういうところだったんでしょうね。まあ自分なりに自分のバッティングがね、まあ、そのままできたっていうような感じもあったし、その故障がね、まあ腰の方がいつ出るか分かんないっていうような、そういう気持ちでまあシーズンから入りますからね。だからそういう意味で意外とまあ早い時期に出るんだったら出てね、まあ、遅い時期に出るんだったら出るっていうような、そういう気持ちでいたんですよね。やはりあの前もっての体の手入れと。そうですね。だから、まあ、シーズン入るとどうしてもその体をね休めるとかね、やっぱり次の日のゲームに備えるっていうような感じになりますからね。どうしてもやっぱり自分の体をこういじめるっていうかね、鍛えるっていうのがどうしてもできないですからね。だからまあ徐々に徐々にね、まあ、来年もそういう気持ちでねやっていこうかなと思います ね、 同じようにね、はい。ところであの技術的にはじゃ あ、 あのシーズン中迷ったということは全くなかったですか。そうですね、まあ、一時ちょっとおかしい時あったんですけどね、うん、まあその時はまあちょっとゲームが離れた時で、だからそんなに自分のバッティングはその完全におかしくなったっていうのはないんですよね。ただタイミングさえ、まあ、遠く入ったその感覚さえね戻れば大丈夫だっていうのは、まあ、自分にも自信がありますし、それが意外と早く出てきたですからね。ところであの3番に入った場合はやはりランナーがいるわけですかね。あの篠塚さんの場合はそのヒットで塁に出る、あるいは打点を稼ぐというのとやはり違うと思うんですが、どういうふうに割り切ってますか。うん、打点とかね、やっぱりそういうのはあまり気にしないですけどね。やっぱりヒットを打つことだけはね、うん、気になるようなもんでね、やっぱり前にランナーいればそのまあノーアウトとかね、そのワンアウトでもまあなんとか塁、次の塁に進めてやろうっていう最悪の場合はね、それまでまあ自分のバッティングをそのしてなんとか、まあセカンドにいればね返す、ファーストにいればなんとかその1、3塁くらいに持っていこうとかね、で最悪の場合でもまあ本当に塁に自分のバッティングを殺してでもね前に進めようっていう、そういう気持ちで、ね。ところで守備の方ではセカンドのポジション、はい、ショートが今年いろいろ変わりましたよね。そういう何か苦労悩みというのはありましたか。それはやっぱりもう常日頃もバッティングの方しか頭なかったですからね。だから守備の面ではそう相手もそんなにそのなんですか、スランプっていうのはね守備にはないしね、こっちもそんなにないしで、まあ練習でやってることをね、まあ、お互いに大体掴んでますから、そんなに苦労することはなかったですね。そういうことありますね、はい、吉村3割3分5厘あります。高めぐーっと伸びるからライトバック、ライトバック、ライトバック、大きいバックいっぱいについてホームラン。ついに1番バッターに打たれました吉村のホームラン。篠塚に続く主君校は PL 学園出身の吉村、将来のクリーンナップを打てる大器と期待されていた吉村は入団3年目にして早くもその片鱗を見せ、打率3割4分2厘をマーク。優勝を逸したジャイアンツにとって未来への希望の星となりました。一番大事になるんじゃないですか。ツーストライクワンボールです。見せ場を作りました。これはいい当たりだ。大リーガーの前でも度肝を抜いた吉村のバッティング。驚きました。出るところで出た55番。自分で、はい、どのくらいの満足度ですか。そうですね、去年の成績に比べたらもう満点に近いっていうかね、まああの夏場がね少し調子悪かったんですが、全体を通してみて成績が出たのに関してはねすごい満足してます。随分やりましたね、昼の特打ちというのは。そうですね、もう習慣っていうかね、当たり前のようになったですね。来シーズンですね、はい、もうレギュラーを確保できるという自信のことは。いや、まだそこまでは考えてないですけどもね、できればあの規定打数にね
達したらいいなと思いますけどね、まあ、それが、まあ、レギュラーっていうかね、その証明になるんじゃないかなと思いますから、とりあえずもう今の目標は規定打数に達してどれぐらい の打率をね残せるかっていうのが今一番の目標としていることなんですよね。もう一人の希望の星は終盤戦山倉に代わってマスクをかぶった村田です。入ったホームラン、村田に同点ホームラン、初のホームランが出ました。大型星、馬力のあるバッティングで魅力いっぱいの村田。あーっと打ちました、村田も打ちましたよ。左中間に飛んでいます。どんどん伸びていったかどうか、入りました。来シーズンはそのバッティングを生かして山倉の座を脅かす存在となるでしょう。村田の喜びを、いいバッティングしましたね。ホームランも出ました。いやまだ元のピッチャーがねこう見下ろしてきてるからね、こうあどんなボールで打たれへんやろ感じで放ってくれてますからね。ほうほう、やっぱこういいバッティングって、ね、攻め方も全然変わってきますからね。やはりマスクをかぶってピッチャーのボールを受けると自信が随分ついたでしょうね。そうですね、自信もつきましたけど、なんか自分が下手くそだなとつくづく思いました。うん、どういう点、やはりねこう山倉さんと比べてもね、うん、パスボールも多かったですからね、うん、ちょっとしたねこうコースが違ってもねパスボールすることがあったですからね、うん、まあ、そういう点ではずっと今も練習してますからね、はい、練習して来年はねこう一人一つでもねお客さんにこうあうまかったな言われるプレーをしたいですね。あ、はい、あのスミスの代わりといってはなんですが、吉村が非常にいい結果を残しましたし、はいはいはい、また終盤にあのマスクをかぶった村田がよく打ちました、はい、やはり、まあ、不思議なもんでね、皮肉と言いますか、あれがレイジーがちゃんと元気だったら吉村あんだけ出番がないわけですよね。という意味では、まあ、レイジーがああいう形で常時出れなかったということで吉村が、まあ、与えたチャンス自分で掴んでね、もうレギュラーという形でね、ずっとあの、まあ、はっきり言ってそのレギュラーの座を掴んだと言っていいと思うんですよね。村田ですね、これが、まあ、あの前ほどまだ山倉と同じにはなりませんけれど、だいぶ、まあ、使える目処がついてきたということですね。特にあのキャッチャーというのは大変な仕事で故障が多いですから、まあ、そういった時にあの次に出るキャッチャーというとあまりにも差がありますとね、これ試合にならなくなっちゃいますから、そういった意味では村田の伸びというのはやっぱりありがたかったですね。Thank you.